天気予報でした。はい、ありがとうございました。はい、さあということでゲストの方をご紹介しましょう。ニューヨークのお二人です。どうもニューヨークの屋敷です。ニューヨーク嶋佐です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。トレンディさんと K さんがいらっしゃる。本当楽屋みたいな。本当ですね。嬉しい。嬉しいですね。幕張の楽屋みたいな。幕張の。そうと思えない。ナイツさんのに来る予定で来てたと。はい、正直スケジュールにもナイツのラジオショーって入って申し訳ないね。夏休みね。そうです。ナイツさんの時も出させていただいたことあるんですよ。中川家さんとナイツさん。なんか逆に嬉しいです。ああ、なるほどね。こうラジオ新鮮なね。新鮮なね。曲がりさせていただいて。曲がりたいと。ね、今日もね、とびきりのねニュースになりそうないい記事ちょうだいよ。いやそんな世界だ。え、いい記事ちょうだい。だってなんかね、よ石間さんもなんかニャフニュースで見たよ。なんか損したとかなんかニュースで見ました。ああ、なんか仮想通貨。仮想通貨。それなんか木本さんのね、どうなってるんだろうなみたいなことを YouTube のラジオで言ったら、それをはい。書かれただけですね。YouTube でのラジオもネットニュースになる。なりますよ。すぐなります。もう今割と。そうですよね。時代だね。今日は忙しくないですかね。仕事してるじゃん。いや、そうだけど。どんなスケジュールなのかなって。いや、この後もちょこちょこ。はい。あれ、相席さんも一緒っすよね。ライブ。ああ、ライブ一緒だね。このルミネで性格が悪いネタをするライブ。ああ、ぴったりの。チケットまだあります。それの告知だった。それの告知じゃねえ。それの告知だった。駆け込みだね。駆け込み告知ですけど。ね、5人で喋っちゃうということで。まだなんか何も喋ってねえな。喋りましょう。そうです。喋りましょう。ここでですね、CM に入りますね。CM なんですか。はい。ジェルメン、お待たせいたしました。ニューヨークゲストショーのお時間でございます。ゲストはこちらのお二人でございます。どうも、ニューヨーク屋敷です。ニューヨーク嶋佐です。よろしくお願いします。お願いします。ニューヨークでございますけどもね。軽快な MC でしたけれどもね、ニューヨークをね、もう忙しいと思いますけど。いやいやいや、それはもう皆さん貯金、貯金いくらなったの。貯金は。そんなに。いや、記事にしようとしてるな、マジで。人に聞くなら自分からですよ。いやいや、もう見てもらったら分かる。見せるからね、後で。見てもらったら分かる。やっぱ全部なくなりましたもん、時計とか。まあ、やっぱ芸人やらせてもらってますよ。いや、本当ですよね。結構競馬でね、なかなか大変で。それこそ優勝したての時は嶋佐一緒に買い物ついてってたよ。いや、そうっすよ。やっぱ3人で一緒に行かなかったっけ。めちゃくちゃ覚えてるんですよ。合いますよ。はい、トレンディさんが M1 優勝して間もない時に、なんかこう、あ、一緒で池袋で寄せが一緒で東京ブランドカフェ。ああ、そうだそうだそうだ。そしたら斎藤さんが池袋のデパートにちょっとあのカバン買いたいからついてきてよっつって、おい全然行きます。だから高橋さんも俺も一緒行くよっつって。したらもうなんかあのヴィトン高の何十万するリュックと、なんかもう一個プラダの30何万するリュックどっちにしようかなみたいな。でまあまあちょっともうちょっと考えてから後日また来ようとか言って。そしたら高橋さんでなんかじゃあ俺もなんか買っちゃおうかなっつったら、なんかもうその合間によってモンクレ。で、あ、これいいじゃんとか言って、ちょっと待っててとか言って、高橋さんが、ATM でデパートの ATM で50万くらいバーン下ろし込んでる、それバーン財布に突っ込んで。俺財布だからね。俺分かんなくなっちゃって。分かんなくて。で、そのまま高橋さん文句で、買う予定じゃなかった文句でボーンって買って。衝動買いや。ダウンジャケット。思い出した。40万くらい。それもう、納言のミキにあげちゃったけど。かっけえなぁ。すごいなぁ。違う種類の。俺にくれよ。それがね、すっごい覚えてるんですよ。そうだね。かっけーっていうか、やっぱすげーって。そうだね。それ懐かしいね、それね。あったね。それリズムですよ。だから俺も300万の時ラビットでこれ買った。そうだよね。これってそれなの？はい、これです。それ300万。どこのやつ？ランゲ&ゾーン。ランゲか。300万とか、何にその300万？ダイヤモンド入ってる。いや、違う、中の。ダイヤモンドとかじゃないっす。じゃあ、何金が入ってるんですか？金も入ってないでしょ。すっごい重いんだ、それ。いや、重くないっすよ。マジ普通の時計です。300万？ずっと人気だから、そのなんかまあいろいろね、ブランドだけどシンプルで、ランゲ&ゾーンね、ドイツのね、300万。高橋さんそれロレックスですもんね、ずっと。
俺ら最高のラジオやってますね。いやそうですよ。5、600万あるじゃないですか今ここに。そうですよ。斉藤さんもね時計。まあ、私は腕毛の日時計ですね。腕毛の日時計。2時ぐらいかな。あれすごい。斉藤さんだけ腕時計持ってましたよ。あれ？え？持ってました。高級な。めちゃめちゃ持ってたよ。めちゃめちゃ持ってパテック。パテックフィリップ。ノーチラスっていうとんでもないやつ。今大人気のねもう売り切れで。ロレックスの何つけ流行一番。今日はしてないです。たまたま。いや今日は今日はというかあのなんぼ屋に置いてあります。えなんぼ屋、はい、なんぼ屋、はい、えなんぼ屋なんぼ屋ってなんですか。なんぼ屋あの買取ショップ。え売ったんですか。まあ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 、まあ、あの屋には持っていけねえからさ。それもっとおじいちゃん芸人がまだまだ行きますって最初さ。あれに持ってけねえからさ。いいのよ。何でそういうの。何でそういうの。まだね。そういうの。そういうのはもういいのよ。芸人やな。芸人よ、本当に芸人。俺なんかのテレビでそれこそ優勝した時、波乱爆笑みたいなのあるじゃないですか。あれで斉藤さんのプライベート密着みたいなんで、ルミネの合間に斉藤さんがもう、普通に服屋行って、なんかもう、マイケル・ジャクソンみたいな買い方してるやつをめっちゃ覚えてます。俺もかっけーっていう。買ってたね、とにかくね。斉藤さんおしゃれだから、そういうハイブランドも好きっすもん。そうだね。今だと思うさ、この短パンね。短いやな。この短パン。それめっちゃ寒い。40代で誰よりも短い短パンあるんだよね。寒すぎるわ、この短パン。なんだこの短パン。ホットパンツじゃない。そうそう。これお前、今月7月お前もう10日間ぐらい履いてます。暑いから。うん、暑いのもあるけどね。バレンシアガの T シャツ着てる。まあまあ、これで昔撮った記念図が。2017って書いてある。お前は、5年来てた。5年前。5年前。T シャツ5年来てる。5年前優勝してた次の年。T シャツ5年来てる。T シャツこの人5年来てる。完全に M1 優勝して買ってる。生地がいいから。生地がいいからね、やっぱりね。まあまあね、別に長いから人生はさ。いやいや、そういう背中を見せてもらってるんで、俺らも、嶋佐も高いとこ引っ越しましたし。ああ、いいですね。引っ越したんだ。引っ越しました。はい。5万とかからも22万まで。うわぁ、いったね。ガッツン来ましたよ。ちょうど5倍。ちょうど5倍だね。ちょうど5倍。4倍。トレンディーサイズムス。あ、4倍か。4倍ね。すごい。高橋さんが、その自分がいくら通帳にあるのかわからないって言って、そのお金を下ろすときに残高見て、え、わぁって言ったんですよ、自分の。あ、そうなんだ。あまりに入っててびっくりした。はい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 。そんなことあるんだと思って。そうだよね。だからもう、でも、それももう親が全部管理してるから、もう本当俺の通帳には、5万ぐらいしかもう入れないようにしてるのよ。それ以上下ろさないように。はぁ、マジで大元の銀行にはもう、いくらあるかマジで分かんない。もう、俺は分からない。もう、究極すごい親孝行さ。それでなんか、高橋さんの知らないとこで、なんか旅行行きまくってるらしいですよ。あ、マジで。それがどっちか分かんない。エンゼルスの帽子、お母さんがアメリカ行った時買ってきてた。そうなの？よかったね。お金でアメリカ旅行行って、そのお土産で。うん。よかったね。よかったね。よかったね。見たことない色だ。よかったね。そうそうそう。好きでしょ。ケンディさん最高っすね。素晴らしいな。まあ関係ねえかな。あの世には持っていけねえし。とにかく別にいいんだよ。毎日毎日生きてるいいんだから。バレンシアガの T シャツ持っていくでしょ。2017年。これはまあ。まあでも、誰かがいるかもしれないから置いて。そうですけどね、もうニューヨークもね、やっぱ YouTube やってますからね。はいはいはい。どうですか最近はどうなのニューヨークは、その、モチベーション的に。モチベーション？そう。深い。楽しい。だいぶ深い話になりますね。そうそうそう。楽しいよ、まだ。楽しいは楽しいですね。仕事はまあ、昨日も高橋さん僕らの番組来ていただいて、もう、ただただ楽しい。そうなんだね。本当に楽しい。水着ギャルとね、水鉄砲合戦とか。アベマのやつ。アベマ。そうそうそう。もう、スイカ割りしたり。それ楽しいよね。高橋さんがもうすごかったですね。もうカメラ回ってないとこで触りまくるんだよ。ダメなんだよ、こいつ。水着ギャルを触りまくるんだよ。俺びっくりした。なんか、ね、会ったことある子なのかな。たまにいるじゃないですか。高橋さん、合コン王だから。会ったことない。初めましてですよ。初めまして。めちゃくちゃ触ってましたよ。収録中に。すごい大丈夫？その二の腕にね、その蝶々のこうタトゥーみたいな。ちっちゃいやつで。そう、3つぐらいあったから、あ、蝶々だっつって、1、2、3って触っちゃった。最高だよ。三丁目。最高だ。三丁目ね。カメラ回ってないんやから、一切。本当にどうしようもない。高橋さん、素晴らしかったな。俺、やっぱ令和のね、令和の岩本矯正なんてね、岩本矯正。言われてますから、高橋さん。でも確かに、やっぱ、地方とか行って、俺は、
トレンディさん単独で北海道。あ、楽しそう。あれ最高でした。最高でした。それこそバレンシアガの17ぐらいですよね。あ、そうだそうだ。そうだ、ね。あれ楽しかったっすよ。北海道ね。ツアー行って。なかなかない、うん、なかなか北海道とかまだそんな仕事に行ったことない時期に、ね、トレンディさんゲストで呼んでいただいて。俺らと夏子を、そうだそうだ。いろんな地方にツアーで行ってはって、その都度多分いろんな後輩ゲスト呼んで。俺ら北海道で一番楽しいから。そうだね。めちゃくちゃ美味しい。まあライブはもう楽しくやらせてもらって、終わりチンギスカンめちゃくちゃ美味しい、今も覚えてるわ、ちょっと小汚いなんかめっちゃ美味しい、そうそう、あそこいいよね、あそこうまかったっすね、そしたらそのままその後もちょっともう一回行くかみたいな感じ連れてってもいただいて ね、夜の街にもうただただ4人でしたもんね、その後そう最高、夏子無視してもう男4人、夏子帰ったんよ、あ帰ったんか、なんかで、ね、そうだ、うん、男4人だけになったの、キャバクラ行ってね、キャバクラ行って楽しかったね、でもでもそれももうニューヨークももう自腹で行きますからね、まあ自腹で行くね、呼んでほしいね、もしツアーやるのね、ほんまっすね、確かに、あ逆に、うん、北海道最高っすよ、確かに返してほしいね、逆になるほど言い方やと思うバニーガールバー行ってたもんな、バニーガールバー行ってたかさんが俺伝えてた、多分その、うん、帰ってキャバクラ、キャバクラでね、なんかね、なんかおっぱみたいなとこ行ったの必死に言わないようにしてた、向こうのキャバクラはそうやね、あそこに言わないように触れんで、あーそうなんだ、言わないようにそうだ、そういうことで、なんかメンバー変わってね、女の子がね僕めちゃくちゃあのフィーバータイムでめちゃくちゃ可愛い子がね、僕のあの足の上ですごい踊ってくれてたんですけど、うん、フィーバータイムみたいな流れて、なんか交代みたいな隣のこと、うん、そしたらものすごい体臭きつい子来てこんな話ほどほどにね、くっちゃーとか言って言えるのね、可愛い子なんて、俺の可愛い子は俺の可愛い子めっちゃおもろくそしたら屋敷の方とチェンジしてたっていう、ね、そうなんですよ、なんかグッパーとかしたんですよね、そうそうそう、なんか 2-2 でしか座れませんなんて一番楽しいグッパーやって、うん、じゃあ俺らこっちへこっちみたいになって、俺と多分斉藤さんで高橋さんと島さんで15メートルぐらい向こうに2人がおるの見えてたんですよ、うんうん、で俺の最初着いた子なんかもう全然元気ない、うん、なんかあんまええ匂いせえへん子やったんですよ、うん、でうわ、うん、この子かと思って全然元気ないですよ、ずっとなんかネガティブなことばっかり言ってきてるんですよ、うんうん、なんで俺おっぱい触る見せるこの子のしんどい話聞かなあかんねんみたいな、いやでも大丈夫やろとかって俺もずっと言ってて、そしたらフィーバータイム入りますとかってなって、薄暗になってジャン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 ってなったら、なんか一周ずつこうずれて島田さんのとこ行って、島田がその子にもみくちゃにされてたんですよ、15メートルくらい戻ってほどほどにね、ほどほどにね、時間が昼間なんでね、楽しい話がね、おもろかったねあれね、おもろかったです、さあじゃあメールをね、うん、ニューヨークにも来てますかメール、高橋さん、あ来てますよ、はい、ラジオネームミートカーソルひろめさん、嶋佐さん体を鍛え始めて周りの反応は変わりましたか、異性を問わずモテるようになりましたか、鍛え始めたの、うん、そうなんです、番組 の企画で僕ら、うん、なるほどなるほど、やらせてもらって番組の企画でも鍛えて2人とも音が、今日もだから夜俺パーソナル入れてますよ、飯もあんま食わないようにしてんの、飯を意識し、僕は意識し、トレーナーさんがお互い違うんですけど、うんうん、僕はまだ意識してるくらいです。でも結構、はい。鶏肉とか、揚げ物とか食べないようにします。パスタとか、ね。まあ、プロテイン飲んだりとか。プロテイン。もうラーメンとかでもずっと。ラーメンはもう食べてないですね。1ヶ月、2ヶ月ぐらい。そうなんだね。まだ変わって、気持ち、うん、1ヶ月くらい。1ヶ月かやんない。1年くらいやんないと無理なのか。いや、でも俺らは3ヶ月で一応、大会目指すぐらいの感じなんで、多分8月でだいぶグッてやらなあかん感じですね、何の大会出んの、多分そういうマッチョ系の大会です、マッチョの体見せるベストボディみたいな、はい、そうそうそう、フィジーク的なそういうやつやと思います、あんま俺らも分かってないですけど、なんかみんなでも生きてるとみんな生きてるパターンが一緒になってくるのかね、なんかどういうことですか、みんなパーソナル行って、うん、いや、まあ、それめっちゃ思っちゃう、なんかみんなそうだよね、でもね、なんか40ぐらいから金持ち出した人、うん、みんなもうパーソナル行ってますよ、長生きしたいってこと、いやそうなのよ、長生きしたってしょうがないからね、うん、当たって砕けろというかさ、うん、確かにね、なんか最近やっぱ思わない、ふとなんか、うん、俺なんで俺こうやってラーメン食わないで頑張ってんのかなみたいなさ、でもなんかラーメン食っちゃうともある時もあるじゃん、その後確かに、まあでも今やり始めて単純に楽しいですけど、うん、そうですね、マッチョになりたいし、まあ、それしたら一回、うん、それで一回マッチョになった景色見てみたい、まあね、確かにね、なんかどう変わるんですかね、マッチョ、俺も確かになりたいんだけど、なんのかなみたいな、今から今から
あ、斎藤さんマッチョ性格が多いですね。そうでしょ。なれますよ、絶対。なれるかな。やりゃ、やれはなれます、絶対。そうなんだね。途中までこの間やってたんだけど、ダイエット。あの、1日1食ぐらいしか食わない。はいはいはい。全然慣れたら大丈夫だったんだけど。トレンディーさん、今から2人ダブルマッチョになったら最強っす。確かに。ダブルハゲマッチョ。ハゲマッチョ。ハゲマッチョ、チゲラッチョ。ハゲマッチョ、チゲラッチョ。最高じゃん、それ。めっちゃおもろいっすね。めちゃくちゃいけそうだね。なるか。これ、この上の動きとか。そうだよね。めちゃめちゃ言うでしょ。高速で火が出て、ここで。何今の発想、筋肉があるがゆえに発想が俺らと思っとる世界違ってて、はい、発想すげえよ。ケイさんもでもダイエットちょいちょいやりますよね。するする。でもケイさんもなんストイックに飯めっちゃやってるイメージあります。だから一回71キロになっちゃった時あって、あらら、一番太ってた時期、一番太ってた時期、それはまずいってなって、でも4ヶ月5ヶ月ぐらいで59ぐらいも、だから12キロぐらい落とした。すごい女性でそれなかなかっすよ。まあ本当に炭水化物抜きましたね、うん、なんか飯の写真とか撮ってましたよね。そうそう、みんなで LINE グループ作ってたんで、食べたもの全部送って、 あのこれはちょっと食べ過ぎじゃないかって言われたりとかしながらやったら、でも減りましたね。一人でできないか。一人ではできないですね。できないっすよ。一人でやるやつすごいわ、ほんま。確かにね。企画とかでもなく。本当だよ。筋トレをすると痩せるの？筋トレをすると、なんかでもせっかくこんな辛い思いしたのに今ラーメン食って台無しにするの嫌やなみたいなマインドにはなってきますね。だからなんか貧乏症でなんとかいけてます、俺は。筋トレしてんから、もったいない、いらんことせんとこみたいな。いやーすごいね。俺はだから、俺がモンスト消せないのと一緒だね。だから、そうです、そうです、消して育てたのに。なるほど、なるほど。ほんとそうやと思う。そういうことです。めっちゃゲームに似てると俺思います。なるほどね。そっか、レベル上げというか。レベル上げです。だから、もっと言うと、仕事でマックスまでレベル上げた松本さんとかが、別のレベル上げのために俺、あの、胸筋鍛えてるんやと思う。なるほど、なるほど。なんか、いろんな項目マックスにしていこうとしたんかな、みたいな。なるほどね。でも俺、昔、品川さんと喋った時に、なんで鍛えるか、みたいなの理論をお話ししてた時に、なんかやっぱ、結局、お笑いとか、金とかで守れるものあるけど、実際、物理的に本当に危ない奴が襲ってきた時とかに、体で家族を守れるようにみたいにした時に、あ、かっけえと思ったけどね。あ、それもあるかも。そう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 。あ、なるほどね、みたいな。最終的には家族を守るために鍛えてるって言ってた。確かに、その、何も、なんか社会的地位とか通用せへんやばいやつが来た時ね。そうそうそう。うん。でも、なんかそれはね、なんか、ちょっと結構覚えてるね。あ、かっこいいな。そんな理由でやるってなったら確かにそうだなって、そう思った思い出があるね、やっぱり、ね。みんなで鍛えない？いやいや。すぐみんなでやろうとしないでください。そうなんだよ。みんなでやろう。二人鍛えてるから、もうね。高橋さん、そのイメージないな、マジで。食べちゃうもん。食べちゃう、食べちゃう、本当ダメだね。本当にもうね、運動する方がまだいいかな。ああ、そうですよね。スポーツなんですもんね。本当に。なんかよくスポーツしてるイメージあります。なんかいろんな人の何かに乗ってますよね。フットサルとかやる分には全然。そうだよね。確かに。もったいないよ、本当に。格闘技とか高橋さんが本気でやりだしたら。強そう。確かに強そう。高橋さん。強そう。足太いからね、高橋、マジで。躊躇なく殴れるし。殴れるし、なんかもう切り替えた。タップされても腕そのまま折れそう。確かに。いや、もうマリッとしてる。冷酷になれそう。そう。ベロレックスで殴ってもらえる。はい。ここで一旦 CM でーす。トレンディエンジェルズラジオショー。今日のゲストはニューヨークのお二人でーす。優しい。ね。ちょっと噛んでほしい。ちょっと噛んでほしい。トレンディエンジェルって言いづらくて。あ、ここに来て。さあ、ということでございましてね。なんか特別企画があるということでね。こちら行きましょうかね。お願いします。はい。ニューヨークがトレンディエンジェルにどうしても言いたいこと相変わらず竹来ましたね。え、そんなもうね、もう付き合いも長いですけどもね、なんかせっかくなんでこの言いたいことというか、この機会に言いたいよということがあればね、言えないこと、ちょっとえぐる感じでもいいのか。そうね。あんまえぐんないで。あんまえぐんない。素朴なのいいっすか？あ、素朴なの。もうやっぱりめちゃめちゃお世話になってる。素朴な疑問というか、とりあえずデビュー当時からもう、今のその絶妙な、ヘアスタイルも仕上がってるじゃないですか。絶妙なハゲ声というか。まあ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 。で、ずっと変わってないじゃないですか。どうキープしてるんですか？いや、なんかキープはしてないっていうか、厳密に。でも、1年目ぐらいの宣材写真見ると、やっぱ、ハゲてない。再三、そう。結構生えてましたよね。そうそうそう。へぇー。だから生えてんのよ。ちゃんと進んでってはいるんですよね。進んでっているんですね。逆に全然。
よく伝わったなっていうぐらいハゲてない、その。ハゲネタ。確かに、この髪の量でよくハゲネタやってるなって思っちゃうぐらい。そう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 、本当そんな感じ。あ、じゃあ俺がそうかも忘れちゃった。ではないけど、はあはあ、これでハゲネタいっちゃうっていうぐらいの。まあそうね。さんもうバーンみたいな、あの、ストリート系の髪型じゃないですか。そうね、篠山紀信と同じ髪型してる。憧れてたからね、うん、当時。今、え、高橋さん逆にいつその髪型仕上がったんですか？でも割とすぐだよね、1年ぐらいで。高橋さんもうちょい前まであったのか。徐々に徐々にこう。交代はしてるのか。明らかに交代はしてるよ、高橋は。だって、こうやってルミネで立ってると、やっぱ袖の安倍浩二さんどんどん見えてきたもん。昔は見えなかったんですか？そうそう、昔は見えなかったんだけど。いつも次、安倍浩二さん。そうそう。安倍浩二さんいつも見てくる。袖でいらっしゃるじゃないですかね。あ、じゃあケアとかしてないんですね。もうノーケア。ノーケア。あ、じゃあでも、じゃあ、5年、3年後とかに、もうつるっぱげになっても大丈夫ってことですか？何にも思わない、別に。そっか、師匠は出ないのか。師匠になるだけで。師匠だけで。うまいなぁ。うめぇ。うまいだけで。まあでも本当そんな感じは別に。確かにね。俺じゃあいいっすか、ちょっとえぐる質問。えぐるの？どういう意味っすか、トレンディエンジェルって。今更確かに知らないです、ね、確かに何ですか、トレンディエンジェルって言ってなかったっけ、はい、言ってなかった、いいんだっけ、言って秘密にしてるんです、全然乗ってない、斉藤さん乗ってねえな、斉藤さんからいやいや、いいよ、だから好きな言葉くっつけただけです、トレンディとエンジェルくっつけただけです、はい、俺がトレンディか、あ、斉藤さんがトレンディで、高橋がエンジェル、いや俺はもう本当にもともとアイドルグループっぽいコンビ名が良かったのよ。ああ、好きだから。なんか、ほんと、モーニング娘。桃色クローバー Z、トレンディエンジェルみたいな並びに入っても、うん、なんか違和感ない。アイドルのフェスによってもおかしない、うん、みたいな名前を付けたかったの。なるほど。だからエンジェルを。なるほどね。トレンディは何すか？まあなんか、このかっこつけてたから、当時からやっぱり。はいはい、そういうなんかトレンディって、なんか面白かっこいいなと思って。なるほど。なるほど。そうそうそう。ダサかっこいい。ダサかっこいいというか。ニューヨークもまあ似てますね。あ、そうなの？そうなの？ダサい感じというか。いいコンビですもんね、トレンディエンジェル。まあ結果的にね。いやでもこいつがそのいちごっこクラブとか、いろいろ提案してきましたよ、だから。アイドルグループっぽい、なんか。そう。なるほどな。それ全部断って。あの、スーツにネクタイせんとちょっとボタン開けるスタイルはいつからできたの？そう、だからそれも割と最初でトレンディー。だからちょい悪みたいな。ジローラモさん的な。結局やっぱ NSC 入った時俺25歳で、みんなよりちょっと年上だったのよ、高橋さん。18とかで入ってるから。おじさん扱いされるじゃない。やっぱ18からしたら25歳ってもうおじさんじゃない。実は7個上ですもんね。そう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 。5ギャップさんよりギャップあるんですもんね。いや、そうよ、そうよ。そうそう。それも知らんかったんや。ほいで、それで、まあ、ああいうエリア系みたいな感じでしたっていうことかな。仕上がるの早かったっすよね。紆余曲折出てないっすよね。もう、トレンディエンジェルになってましたもんね。まあ、確かにね。そう言われてみれば。やってること変わってないというかね。そうだね。衣装とかもね、確かに、高橋さんももう、ずっとあの衣装ですもんね。そう、短パンに。そうそう、メガネもずっとかけて。金持ち息子みたいな。そうそう、急にかけてきたしね、メガネね。そう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 。仕上がってたの。ケイさんもなんかスカーフみたいな。それはでも本当アメトークに初めて出た時に、あのなんかいい女の雰囲気出してる芸人っていう回だったんですけど、なんかいい女の服装でっていうのが指定できてて、うんうん、なんかみんな多分でもドレスとか着てくるだろうなと思ってたんですよ。うん、じゃあ私多分そっちじゃない方がいいなと思って、スパイクの松浦って後輩に、ちょっとなんかいい女みたいな服探してくれって言って一緒に買いに行って、うんうん、あ、じゃあ山口智子さん系がいいですよ。なるほど、なるほど。ドレスの感じじゃなくて、大きめの白シャツにスカーフとかの、はいはいはい、じゃないですか、からあの衣装になった。なるほどね。トモコだったんで、そっから漫才もこれでいこうってなる。そう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 。それまではよくわかんない。スカーフね。スマイルの瀬戸さん以来だもんね。そうですね。スカーフ仲間ですね。ちょっとね。確かに。そういうなんか、王道からちょっと外れたこと一切やってなかった、そのなんか俺ら。ああ、なるほど。一回2016年にゲッターズ飯田さんにダブルアロハにしたら売れるって言われたんですけど、やっぱその全然根性なかったっす。古仕方しちゃいました。もうマジただのジャケットが生きてない。よかったな。一回も試してないの？だから島さんの金髪ぐらいです。その番組でなんですけど。番組ですけど。うん。なるほど。まあ腕があるからさ、いいのよ。いや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 、そこはもはや。そこのなんかセンスがね、なかなかむずいし、そんなことちょっと変える。人に言われてこう変えるようなタイプじゃない。そうそうそう、そうなんですよ。
欲しくもないしね。そう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 。TikTok とか撮らないタイプでしょ。TikTok 確かに。TikTok やってはないっすね。やってはないでしょ。そうなんだ、ね、そうだってほしいもん、やっぱりね。いやいや、そんな全然やりたい。確かに、そもそも YouTuber とかバカにするようなタイプではない。いや、なんてこと言うんですか。そんなことないっすよ。そうだったじゃん。昔してた。伊勢丹の時代。してた、してたってな。してた、してた。イメージとしてた。ハマーバカにするタイプでしょ。ハマーバカにする。今度あったじゃん、伊勢丹の時代。ありがとうございます。あれは嫉妬ですけど、嫉妬ですね、ですね全部。なるほど、そういうイメージもあったよね。確かにね。いや、だからいい角度だなと思いながらね、やっぱね。基本嫉妬だな。そう考えると。確かに、まあまあ。そうだよね。ちょっとね、いいですか、メール見ても。はい、見ても読んでください。見て、声出してよ。で、ラジオネーム、メガイヤさんからね、うん、屋敷さんとね、ケイさんと斎藤さんはご結婚されてますけどね、はい、相方に結婚報告するときって電話ですか直接ですか、結婚の報告ってやっぱなんかエモくなったりするんですかという、やっぱね、結婚をね、そうですよね、屋敷、もう新婚さんですけど、はいはいはい、どう新婚さん。俺は直接タクシーの中で言うとイメージですね。でもずっとね、付き合ってたの知ってたもんね、うんうん、そうですよね。でも結構はむずないですか相方に言うのって。私はその、なんだろうか、ニューヨークの同期と結婚したんで。確かに、そこで1個のカードが来るね。それを付き合ってるということも相方知らないから、どうやって言おうかな、みたいな感じではありました。マジでどうやって言ったんですか。芸人にほとんど言ってなかったの、付き合ってる。ほとんど言ってないです。全然知られてなかった。確かに。チームバナナぐらい？チームバナナも知らなかったです。えぇ、直前に結婚することになったよって言って、びっくりみたいな、それもだから誰だか聞いてこなかったんで言わなかったんですけど、発表されて、いや、大江かいって。相手誰なのってならないもん。ならなかったんですよ。椎花さんとも、あの親友なのに。そう。いや、本当おめでとうそのだけだけでした。はい。恋バナとかしないから。ああ、なるほどね。うん、山添さんにはどうやって言った。山添には先にマネージャーに言って、まあなんかそうちょっとなんか恥ずかしいから報告するとこちょっと動画回してくれるって言って、うん、動画回してもらって、なんですかなんですかなんですか、あ、結婚すかもしかしてみたいな感じで。なんで言うの、はい、みたいな。えみたいな感じ。なんで言うの。なるほど、もう動画にしちゃったんです、ね。しちゃった、ちょっと、直接、なんかそれだけを言うにはちょっと恥ずかしくて。まあ、はい。斎藤さんはどう言ったんですか。まあ、俺は普段から恋話してるから、高橋。すごいな。え、ヒモコンビ。一方的にね。一方的に。すごい、すごいハゲ。いつもだから楽屋とか。すごいハゲ親父。そう、昔から。すごい、すごいハゲ親父。やれ、こういう人と付き合ってて、こうだこうだっていう話を、うん、俺はマネージャーも、たかしも、スタイリストさんもいる中で、うん、俺だけ言うっていうことが結構多くて。そうなんだ。そう。で、たかしはやっぱ彼女いるとか全然教えてくんなくて、で、後から知ることが多くて、なんだよ、俺は言ってんのにさ、とか言ったらさ、うん、たかしとマネージャーと、いや、勝手に言ってるんだけどな、みたいな。ちょっと痛いやつみたいな。あんまり言わないですよ。でも、ちゃんとええ感じに相槌打ってるんでしょうね、たかしさんが。そんだけ喋るってことは。まあね、そうだね。で、その中で、結婚するんだよ、今度って言うたんですか。まあ、そうだったと、あんま覚えてないけど、まあ、そんな感じ。あれじゃない、普段からですね、俺、しょっちゅう言ってなかったんじゃない？言ってなかったっけ？なんか、ネットニュースかなんかで見た気するな。ああ、なるほどね。まあ、だから、確かそんな興味ないかなと思って、別にその、で、実はするんだよ、みたいな言われても、うん、ああ、そうなの、おめでとう、みたいな。そうそうそう。うん、そう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 。恋バナ打って響いてないの知ってたから、うん、いいやつ。なんで言うんすか？だって、言うても、40ぐらいのおじさん結婚するって、もう別に、普通っちゃ普通じゃないですか、ね、うん、驚きはしないというか、その彼女もいるって聞いてたから、うんうん、そうね、うん、確かにな、え、チューとかするのか、インチチューとか、あ、なるほど、まあ割りかししますね、チューとか、あんまり行ってらっしゃいとか言って、行ってらっしゃい的な、はい、あ、そうなん、 どういった形、どういった形、もっとワクワクした面してください、なんかそのビー玉みたいな、いやいや、回答権のビー玉ヤシさんは小学生の時ジャニーズ事務所に履歴書送った。急に何すか、誰か言ってくださいよ。三橋のマイケルさんこれさっき間違えてよかった。あ、そうです、あの友達が送るから一緒に送るぞみたいな感じで、そういや送る男友達と一緒に、あ、そんな感じなんだ。そう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 、モチベーションがあったわけじゃなくて、はい、なんかそいつ曰く俺の親父が知り合いやからもうほぼほぼ受かるからみたいなジャニーズ関係者みたいな、はいはい、でもそんなわけないですよ、あんなクソい中でジャニーズの知り合いの男なんて一人もいないんですから、あの街に気をつけていただきたいねさあ、ということでニューヨークからちょっとお知らせがあるということでございましてね、はい、はい、我々単独ライブを、やらせていただきます。7月30、31日にあの恵比寿でやるんですけど、チケットの方売り切れておりまして、あの配信チケットはございます、うん、チケットはファニーの公式ホームページからお買い求めいただけますので、皆さんぜひお願いします。お願いします。オンラインチケットルミネで発売中ですので、恵比寿です。恵比寿で、はい、恵比寿でやんの、
恵比寿、僕らも初めて。エコー劇場じゃなくて、ガーデンプレイ、あ、ガーデン、あ、はい、なんかちょっと調べたけど、多分単独ライブあの31日の配信チケットが、うん、終わってからもう、うん、あの販売するんで、はい、逃しても、はい、ぜひ皆さんお願いします、ぜひ皆さんしてあげてください、はい、さあということでちょっとお時間でございます。今日のゲストはニューヨークのお二人でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。